はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回もガチャを引いていきたいと思います。現在サクチャレ応援ということで、まあ、いよいよせっちゃんの方が実装されました。で、こっちのガチャでは、日野と、せっちゃんと、まあ、浦賀がピックアップキャラになっているんですけれども、せっちゃんと浦賀については、普通のチケットからも、排出されますので、まずはちょっと溜め込んできた、チケットの方を、まあ、使っていこうかなと思います。で、まあ、本当だったらね、東条とか穂村ちゃんとかもいる状態で使えば、まあ、もしかしたら、まあ、そっちの方も当たるかもしれないんですけれども、まあ、もうちょっとせっちゃんが実装されたので溜め込んでいたチケットを使っていきます。で、まあ、ちょっとそれの、状況も芳しくない場合は、ガチャの方を、パワーストーン使って引いていこうかなと。で、まあ、一応このサクチャレ応援の、まあ、内容としてはピックアップキャラとしては日野、せっちゃん、浦賀と、まあ、この3人ですね、まあ、どのキャラも有能だと思いますので、まあ、この3キャラのうち、まあ、1人でもね SR が出てくれれば、まあ、かなりいいんですけれども、まあ、どうなることやらと。で、初回の10連が、まあ、パワーストーン200個で引けて、まあ、ゲドウ君金が2枚でおまけでついてきますと。で、10連ガチャについては何度でも SR キャライベントの、あ、イベントじゃなくて SR イベキャラ出現率が2倍になってますと。で、まあ、この前のね、神高が欲しいって言ってたガチャでね、痛い目を見ているんですけども、まあ懲りませんよ完全に学習能力ゼロなんで、まあ、こっちも引いていきます。で、まあ、注目ポイントその1としては、日野雄太郎で、日野雄太郎は、プレミアムガチャ、チケットガチャ、ノーマルガチャからは出現しませんと。で、まあ、注目ポイント2ということで、せっちゃんと日野と、まあ、浦賀が、出現率7倍になってますと。まあ、そんな感じですね。じゃあちょっとガチャ画面の方に行きましょう。で、まずはそうですね、チケットから消耗していきましょう。まあ R から、2連でいきますと。ここはねもう全然期待してないんで、まあ、一応赤背景来たってことは PR が出たかな。しぐれちゃんとちーちゃんかPR は出てねえわ。あ、そうそうそう、あとね今回太平楽のそのイベントがあるんですけど、俺ねあのイベント特攻キャラの SR 一体も持ってないんですよ一体も持ってないんで、あれこれ単ガチャしかできないの。あ、そうか、キャラボックスがいないんだ。そう、まあ、ちょっと話を元に戻すと、イベント特攻キャラ一体も持ってないんで、ここで、SR が出ないともう今回のイベントは、まあ、完全に積みですね。というところで、ちょっとイベキャラボックス、そう、チケット使う際にはイベキャラボックスを開けないといけないので、ちょっとごめんなさい、整理をしてきます。すいません。じゃあ、ちょっとボックスの方を整理して、まあ拡大を5個分だけやりました。で、PR のガチャチケットですね、まあ、こっち5連でそのまま引いていきましょう。さて、ここで来ないねまあ PR でも上限解放できるような感じになってくれると嬉しいんだけど、葵ちゃんと、あ、小枯らしか、小枯らし PR で来ましたね。で、木村ちゃんと白菜、まあ、といった感じですと。で、さらに SR ガチャチケットが9枚あって、SR ガチャの補助券が46枚あるんで、9個9個引けますね。で、そうすると19個なんで、175の161で、18 枠があるんでこれ足りなくね。まあいいか。じゃあ SR ガチャチケットの方から、9枚使っていきましょう。で、どうしようかな、1個ずつ1個ずついきます。1個ずつ、何もったいぶってんだっていう感じですけど、ガチャ動画ってどうしてもね短くなっちゃうんでこう1枚ずつもったいつけていきましょう。さて、まず1体目と。あ、滝本いいね。滝本は上限解放できますね。じゃあ2枚目と。いや、なんかこういう使い方もいいね。こういう使い方全くし、お、虹、お、これはあれじゃない、 PSR 来るんじゃない。まあ、あとキャラによりますけどね。おお、鶴屋くん鶴屋くんとか使ったことねえわしかも SR だし、普通の PSR の確定条件がいまいち分かんないな。虹が来て、虹ボールが来て、
赤背景が来てましたよね。まあ、それでも出ないときは出ないのか。やべかやべくんですか。まあ今のところはどうでしょうかね。まあ滝本がいいくらいかな。あ、また虹が来て、だからググググが来て、ピンク玉が来て赤背景。でもこれでもまあ普通の感じっすよね。これが PR チケットとかだったらマジ期待感抜群なんですけど、青葉か。青葉もな、あれなんですよね、急速キャラなんで、急速キャラはね、ちょっと怒りを持ってるんで、とあと今回あの、アフロ怒りを上限解放させて、レベル3までいってるんで、まあ、基本的には多分、急速キャラ2枚とかね、は基本的には入れないんで、その急速キャラを作るっていう時じゃないと、あれなんですけど、まあ、とりあえず、青葉くんが出ましたと。あと青葉くんね、折り編なんでね。おー来たね、サイガ。サイガもね、上限解放できるんで、これはいいですね。てか、彼女キャラが欲しいっすね、彼女キャラが。で、彼女キャラできて、やっぱ、せっちゃんか、まあ、騎馬妹ですよね。で、彼女キャラをね、自前で持ってるとね、フレンドでいろんなキャラクターを借りられるんで、幅が広がるんですよね。今のところ、彼女キャラをフレンドで借りないといけないんで、そうすると、手持ち、あ、カマカリ。いいね、カマカリ。持ってない。キャラですけれども、カマカリはね、あのかなり有能なキャラなんで、まあ、テーブルもやる気効果アップテーブルなんでいいですね。これはかなり嬉しいな。で、これであと3枚と。じゃあ今のところの収穫はカマカリですかね。まあそれはサイガとかもいいんですけど、まあ持ってるって持ってるんでね、まあそれは嬉しいですけど。てか彼女キャラだよ普通に。大金持ちかどうなの大金持ちってこいつも全然わからないんだよな。こいつ何持ってんだ。粘り初級ハイボール来た。こいつキャッチャー三角なんだま、いいや。あと2枚。いやすごいね、こうやって SR キャラが揃っていくのは。彼女が欲しい。おお来たやっぱ来るねこういうのは。有村と。まあいいや、有村はスルーで。だからあとあれですよね、ミキサーが実装されればまあそこにぶち込んでいけるんですけど、まだミキサーガチャがね実装されてないんで。マジでせっちゃんか、騎馬妹が欲しいんだけど。おお来た、また有村か。まあそんなもんだよね。じゃあ SR ガチャは使い切ったんで、補助券の方使っていきましょう。これも46個あって、であと5体しか入んのか入んないのか、ちょっと整理していきます。重ねられるやつはちょっと重ねてきますんで、もう一回ごめんなさい、中断します。はい、じゃあ次は SR ガチャ補助券ですね。46枚ありますので、9体引いて、で PSR も引いちゃいましょう。ちょうどイベキャラ10個空いてるので、でそこから、プレミアム系のガチャを、引いていけば、まあ、いい感じになると思いますので、で SR ガチャ補助券も、まあ、もったいつけて1枚ずついきます。1枚ずつっていうか、まあ、5枚ずついきますと。いやこのねワクワク感がねたまらんっすね。こう1個ずつ見ていく。おお、カマカリいいね。どんどん上限解放していきましょう。有能キャラのね上限解放ができるっていうのもでかいっすよね。もう有村とか2枚揃いましたけどまあそれはしょうがないと、そういうこともあると。っていうか彼女キャラとあと欲しいのがね変化球キャラなんですよ。おお坂本玄か、いつもな微妙キャラだからな多分で俺変化球キャラがね、あの巫女葵しかないんですよ。巫女葵の1枚しかないんで、ピッチャー作るのがねめちゃくちゃ辛いんですよ。なんで今全然ピッチャー手つけてないんですけど、変化球キャラはねやっぱり、まあ、最低でも2人欲しいですよね。でできれば有能キャラが2人欲しいんで、巫女葵は普通の葵ちゃんと違って、固有ボーナスがねないっていうところがねまた痛いんですよね。右京だか左京だかわからん、どっちだ右京で、あと6枚引けますね。あと5枚か、あ6連でいいのか、そうか、あと6枚引けますよね。
いやー、まあ本当に彼女か変化球、まあ、立川もね通常じゃ出ないっていうところがまあ痛いっすよね。お、田中山くんだ、田中山くんも、まあ守備作るときに、まあ、結構いいんで、まあ、魔術師がねあの確定じゃないっていうところがちょっと痛いですけれども、まあ、田中山くんも、結構使えるんでいいですね。そう、守備要員もねなかなか人が不足してるんで、魔術師持ちがねいないんですよ。だからね裏が欲しかったんですけど、まあ、とりあえず田中山くんが来ましたと。で、裏がのいいところは魔術師が確定っていうのと、あとねその金徳イベントでねあの体力を消耗しないっていうところ。あ、スバルが来た。まあ、とりあえずスバルそう、スバルはねあのまあ別にいいんですよ、スバル単体はいいんですけど、葵ちゃんとね一緒に使うってなるとね、まあ、いわゆる折り辺かぶりなんですよね。金徳っていうか金徳がまあいわゆる折り辺なんで、まあ、折り辺でかぶっちゃうんですけれども、まあ、とりあえず変化球キャラがこれで2枚になりましたと。まあ、これで少しピッチャーの方も、もう少し強化していきましょうかね。っていうか餌が足りないな、餌が完全に餌不足だ。本当はね変化球キャラ神高か立川が欲しいんですけどね、まあ、両方とも通常では出てこないんで三島かうーん、まあいいやまあそりゃねこれだけキャラがいればね、あの有能キャラだけ出てくるっていうことはまずないんで、まあ、この中でどれだけ有能キャラを引けるか。まあただ SR がねガンガン増えたんで、もう絶対餌が足りない。もう育てないやつは育てないですね。チャラいか、チャラいってどうなの、何持ってんのそもそも。チャンスと固め打ちか。チャラいとかも全然わからないですね、キャラ性能が。で、とうとうあと2枚になってしまった。いや出ないね彼女キャラもうポンって早いな虹玉しか出てこない、まあ、別にいいんだけどねSR の確定だから。あ、みずきちゃん、みずきちゃんはねそうクレッセントムーンがねめっちゃ打ちにくいんですよね。で、俺基本的にこの打ちにくい投手を作るっていうのもね好きなんで、その能力は大したことないかもしれないけど打ちにくいみたいな。みずきちゃんもちょっと、使っていきましょうかね。クレッセントムーンあるんで。で、補助犬はラストになります。ポンと。さあ、頼むよ。ラスト1枚。おいこれどっち？左京。右京と左京両方揃ったな。まあ、いいや。で、ボックスが175分の174で1個空いてるんで、さあ運命の PSR ガチャも引きましょうかね。どうしようかな、これ最後に引こうかな。プレミアムのこっちを引いてから最後に PSR ガチャを引きましょうか。ガチャを引いた時は、ボックスには送られないはずなんで、まあ大丈夫でしょう。結局彼女キャラが出なかったので、こっちのサクチャレ応援を引きます。ん、そうするといくつ必要、タンガチャも引けるかな。25で引いて200でしょ。あ、まあ引けるね。タンガチャ1回引いちゃいましょうか。おまけ付きっていうことなんで。てかタンガチャ初回なんだまこれはめっちゃ普通だな多分 R だな。あ、ボックス埋まっちゃったね。ボックスが先に埋まるのか。そういう仕組みか。ボックスが埋まってボックスに、ボックスっていうか、プレゼントボックスに送られるっていう仕組みですね。またそこもいまいち把握できてないっていう。じゃあ10連ガチャいきましょう。頼みます。要はこのガチャでねどれだけ SR が出てくれるか。グググッ、頼むよ。ポン、これは厳しいね。ああ、でも2枚入ってる。いいねいいね。さあさあここで誰が来る。日野、まあいいね。日野もね、総力キャラでは優秀なんで全然いいっすね。さてさらにもう1枚。あせっちゃんの R が出たな。さあこれは、おお、来た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 、よしいいね。あ、これもうなんかガチャは引かなくていいかなせっちゃん上限解放っていうのもまあありだけど、
うん、このプレミアムガチャ1回でちょっといいんで、パワーストーンもねやっぱもったいないんでこれくらいにして、じゃあ、最後の PSR ガチャ補助券は使いましょう。なんでちょっとイベキャラボックスをごめんなさい、もう1回整理します。はい、じゃあちょっとめんどくさかったんでイベキャラボックスは1個しか開けてないんですけれども、運命の PSR ガチャ券ですねまあこれで何のキャラが出るかでもうこの先の命運が決まりますよね。もういらないキャラだったらはっきり言って PSR でも使わないんで、ここでね使えるキャラが出てくれればめっちゃ嬉しいんですけど、さあ行きましょう。 PSR 誰が出てくれるかな。まあ虹が来てびっくりマークが来て、まあグググが来て虹玉が来て、キラーンの赤背景と、まあ、これ多分さっきと同じ演出だと思うんだけど確定ではないのか。やっぱり青葉か。どうしようかな。まあ使っていくときはちょっと使っていきますか。まあただ優先的にレベルを上げるキャラではないので、ちょっとレベルが上がってからといったところですね。まあ初めての PSR は青葉でしたというところです。じゃあちょっとね SR キャラとかがめっちゃ増えてきたんで、ちょっ と、ボックスを整理して、まあ、最後に、まあ、どんなキャラになったのかっていうのを眺めて、終わりにしたいと思いますのでまた一回整理しますと。なんか整理してばっかだな。はい、じゃあちょっとイベキャラボックスの方を見ていきたいと思います。まあレア度順で、まあ、SR を見ていけばいいですかね。とりあえず先頭に来てるのがさっき、PSR ガチャを引いた、青葉ですね。と、ニューがすげえいっぱいいるな。で、あと矢部くんが当たって、で、守くんを持ってますと。で、あと水木ちゃんがさっき当たって、で、ひじりちゃんは、ちょっとレベル上げの途中ですけれども、もう多分このままレベル上げは停滞しそうですね。で、あと、巫女葵ですね。変化球キャラの1枚目。と、スバルがありますので、まあ、とりあえずもう一人ね変化球キャラ欲しいっちゃ欲しいんですけど、まあ、とりあえずこの2体を主力にして、まあ、投手を作っていこうかなと。でただ、今回太平楽の、イベントが来てるので、まあ、先にせっちゃんとかのレベルを上げないといけないので、まあ、当分後回しかなと。で、あとうどくんがいますと。で、カマカリがさっき当たって、で、カマカリはもうプラ1になりましたと。で、あと、つくもがいて、サメ島くんがいて、右京と左京と。で、ヘビシマがいて、青葉の SR ですね。と、あと、大金持ち。で、滝本が今、プラ2になってますと。で、あと、チャライが当たって、田中山くん。で、ちーちゃんは今プラス1ですね。で、有村が2枚当たったので プラス1になってますと。で、サイガが今プラス2ですね。で、友沢がプラス1と。で、鶴屋がいて、まあ一番最初の厚森ですね。で、さらに、水島がいて、沢村。まあ、ここら辺はあれか、聖堂キャラか。で、みゆきかずや、カルロス、ただの、イサシキ、マスコで、さっき来ましたね、とうとう初の、彼女です、せっちゃんですね。せっちゃん、まずせっちゃんをレベル35に上げて、でさらに日野も、多分レベル35までいけると思うんですよね。ゲドを全部使えば。でこの2人は多分35にできるんで、まあ、太平楽のイベントの方もね、次回やっていこうと思います。であと坂本源がいて、であとアフロイカリですね。アフロイカリはちょっ と、イベントを走ってプラ3にしました。でプラ3にしたことによって、40までいけるので、そうするとアフロの力が、発動しますと。やっぱりアフロ怒りはレベル40になって使わないとちょっと微妙な、キャラなので、まあ、アフロ怒りもねせっかくなんで、まあ、使った動画を、撮っていければと思ってます。で一応 SR キャラは、こんな感じになってますので、これでまただいぶサクセスの幅が広がりましたね。なので、まあ、もう少し頻繁に、サクセス動画上げていけたらなと思っております。というところで、じゃあ今回のガチャ動画はこれで終了したいと思います。まあ、せっちゃんとね、日野が当たったので、まあ、かなりいい感じで、終われたと思います。前回がね、もうやられてるんで、神高はね、本当に欲しかったんですけれども、まあ、その分ここで取り返したといったところでしょうか。というところで、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた、次回は、一応予定としては太平楽のサクセスをやっていきたいと思いますので、まあ、良ければまた見に来てください。
じゃあこれで終了します。